しぶりにミュータンに会って本当に可愛くて、やっぱりステージでは絶対にミュータンのために生誕祭盛り上げようっていう心でずっといたんですけど、ミュータンの顔を見たらやっぱ自然と笑顔になれて、ミュータンはすごいなって思いました。これからも18歳でもずっとずっと笑顔のミュータンでいてほしいです。誕生日おめでとう、ミュータン大好き。に加入してからミュータンとまた同じステージに立ててないんですけれども、今日初めて、まあ、ダンス踊ってないんですけど一緒にステージが立ってすごく幸せでした。ミュータンもいっぱい喜んでくれて嬉しかったです。おめでとうございます。ミュータン可愛かったです。はい、今度はちゃんとミュータンと一緒に全員で7人で早くステージでみんなで踊りたいです。爆弾巨乳天木純です。本日はミュータンの生誕祭ということで、もうなんだろう、すごいみんながピンクをいっぱい持ってピンクの T シャツを着てくれて、ミュータンもすごい楽しそうで、もう何よりでした。もう本当にこの幸せな時間をありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ということで、すごい盛り上がりだったんですけど、8月15日は私の20歳の誕生日でもあったので、もうすごい運命的なね、出会いを日付が交わしたということで、ゆうたんと一緒に大人になりたいと思います。ゆうたんおめでとう。完全の頃から一番苦手だったダンスが、今では仮面女子の前列でめっちゃいいパフォーマンスを本当にしてます。アンマガールズが7人組になってこれから最強になっていくんだよね。だったらミュータンの居場所はここですよね。今はまだ地下アイドルだけど、いつかミュータンの女優っていう夢を叶えて、アーマーガールズそれぞれ私たちも夢を叶えて光を浴びようね。言おうと思ったんですけど、さすがにこうやってみんなのこと前にすると緊張して言葉が出てこない。なんかいつもだったらMC とかいつものアマガの MC みたいにバカできるんですけど、なんか久しぶりにこうやってステージに立ってたりとか、
みんなのこと見たりとかすると今まで できてたことができなくなっちゃうんだなって思いました。ですけど、すごいファンの方も喜んでくださって、ちょっとみゆたんは昨日までお休みしてたので、なんかもう早く元気になってほしいって思いながら、なんかライブ中にもうこのアーマーがすげえ早く入りたいってみゆたん思ってっていう思いを込めながらライブをしてたんですけど、なんかそんな私を見てくれたのか見てくれなかったのかすごい会場もピンクで、なんだろう、ミュータン、なんか私でもすごい圧倒されたのに、ミュータンもっと驚いてるんだろうなって思いながら、なんかニコニコしてる顔とかうるうるしてる顔を見てたらすごい嬉しくなってきて、はい、この7人で今後ずっと頑張っていくので、来週には遠征、初遠征があったりとか、10月にはゼップが仮面女子としてあったりとかするので頑張っていきたいと思います。みゆちゃんは何が一番大切なのって聞かれた時に、いつもファンの方って答えてました。なんか1年前のパーケンの生誕祭の時に、パーケンの時だった生誕祭の時に、私の居場所を作ってくれたのはみんなですみたいなことを言ったんですけど、本当にその通りで、今になっても私の居場所はここだと思ってるので、これからも皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当に本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。白じゃないかっていう予想をされてたんですけど、結構多数の人がそれを絶対裏切ってやろうって思ってて、いい意味でですよ、なんか裏切ろうと思って、そういう色物のドレスを見てた時に目についたドレスで、お気に入りのポイントがちょっと1個ありまして、もちろん色合いが一番なんですけど、この2段構造といいますか、その2段にこうスカートがなってるのがすっごい好きで、このデザイン細く見えるじゃないですか。いや細いよ、違う、もう細く見えるし、なんかふわっとなってて可愛いなって思ったのが、まあ、決め手でして、あとはなんで黄緑とかこの黄色系を選んだのかっていうと、前にミュータンの部って先輩2人と一緒に出た部があったんですけど、その時の私服で黄色のワンピースを着た時に、黄色とかって似合うねって、でも想像できなかった、すごい新鮮って言ってもらったのを覚え出して、あーじゃあちょっと黄色とか黄緑系にしてみようと思ってこれにしたのと、普段の衣装が紫なのでワンポイントでこういうのが入ってるのがすごくもう決め手でしたね。もうなんか言い出したらキリがないんですけど、つまりまとめるとドストライクということです。素敵な時間をくださってありがとうございます。また19歳の誕生日も